さあ2人目が秋山さんのネックレスですね。誠に何まで来るかどうか、基本的にはまあ誠が優勢ではあるんですが、まあネクロもこの状況を持っていっちゃえばかなり強い投げからのリターンが高いハイプになります。この後 PA はやらない、投げ回りが広くて通常前から追い打ちが入ってしまって奥攻めが出てくるとスタンチもたまりますから、打撃の方は、まあ、エレクトリックスネークがスタンチの高い衛星となっていますので、まあ、その打撃でもスタンできるし投げでもスタンできる。だから普通の技の判定がマジ誠はなんか冷蔵庫みたいになってるんで、さあうまい、きっちりダッシュにターゲット合わせていく。ここです。でもこれワンチャン死ぬんですよ。そうなんです、ジャンプ中継成長とかで終わるんで、はい、これ次の決め通ったら終わります。おっ、サンクダバレル、あ、出なかった。これは何でした。おそらく中盤はもう当たると思ってない。この前はね、こんなことやってない。そう、投げを嫌がって飛んだ時、普通のキャラだとジャンプ攻撃のタイミングが、まあ、ある程度決まってくるんですけど、誠はかなり早出しでジャンプ中継出しても聖地が繋がるので、やっぱかなり飛ばせても取りづらいんですよね。あと加えて剣があるので、この中継、これは冷たい冷たい立ち回りで